皆さんこんにちは。日本国農林水産大臣の森山です。はじめに農林大臣会合の開催にご尽力された OECD 事務局に対し心より感謝申し上げます。前回の会合以来6年ぶりに今般の会合が開催され、生産的で持続的かつ強靭な世界のフードシステムの実現に向けて新たな政策への変化について議論をすることは誠に時機を得たものであると考えます。我が国の農政における大きなチャレンジとしては、昨年10月の TPP 大筋合意が挙げられます。我が国にとってはウルガイラウンドの交渉以来の大きな交渉です。これを契機に現場でご尽力をいただいている方々の気持ちを大切にしながら、新たな国際環境の下で強くて豊かな農林水産業と美しく活力ある農産漁村を作り上げていくための取り組んでいます。まずは攻めの農林水産業への転換に向け、農林漁業者の将来への不安を断ち切り、経営発展に向けた投資意欲を後押しするため、体質強化対策を集中的に講じます。具体的には、次世代を担う経営感覚に優れた担い手の育成や、農地のさらなる大規格化、国際競争力のある産地の強みを生かしたイノベーションを促進します。また高品質な我が国農林水産物の輸出等需要フロンティアの開拓を進めるとともに、畜産酪農については収益力生産基盤を強化します。加えて農地中間管理機構による農地の集積集約化基盤整備を進めます。引き続きこれらを含めた産業政策と多面的機能を維持発揮を促進する地域政策と車の両輪として農政改革を推進し、生産的で持続かつ強靭なフードシステムの構築に取り組んでまいります。我が国は OECD 農業大臣会合の直後に、我が国有数の農業地帯である新潟において G7 新潟農業大臣会合を開催します。この会合では今般の OECD 農業大臣会合の議論も踏まえ、 G7 各国 FAO および OECD と世界の食料安全保障の強化に向けた議論をする予定です。そこでの議論や我が国の取り組みを通じ、世界の食料安全保障に貢献をしてまいります。